か届きましたよね。なんか届きましたね。社長なんか届きましたよ。これなんですか。おちょっと肩ある？肩。肩かした。あ、これか。開けちゃいましょうか。開けましょう。これなんですか。社長宛てでして。軽いですね。急便。あ、急便なんですかこれ。ゴムバルブかなんか。お、これなんですか。お、なんですかこれ。30枚。30枚。これ。あ、キャップっすかね、ホイールの。あ、ホイールのキャップっすね。多分これホイールのキャップっす。なんか結構重い。あれ、これなんすか。じゃあそれで、じゃあそれでシールですね、これは。おめでとうございます。これ誰かあげるんすか。動画のフォロワーさんでタイヤ買ってくれた人と売ってくれた人にあげようかな。結構ありますね。あ、こんなにいっぱい。じゃあそれで、じゃあそれで30枚。じゃあそれでって言わなくちゃいけないですね。はい、ありがとうございます。タイヤかホイール買ってくれた人、ホイール売ってくれた人、じゃあそれでシールあげます。あれーこの間売っちゃったよとか、あれーこの間買ったのにっていう人は、何かしかの機会があればあげます。本当にくれんの。あげるって言ってんでしょうな。あれー限定30枚ですから、遅いもの負け。でも限定って言ってた後からまた増やすんでしょ。増やすか増やさないかのどっちかっすね。なんか冷静に判断してる。経費かかるもんはうちの専務うるせんすよ。なんかシビア。増やすのは反響次第で。じゃあ反響します。反響するって言ったな、このバカチンが。あれ客にバカチン。バカチン。じゃあそれで